新宿2丁目ユーマーチャンネル、サルサでーす。さあ、今回はですね、皆さんにお知らせがございます。いつもね、まずはお礼と言いまして、 YouTube をご覧いただきまして本当にありがとうございます。私この新宿2丁目ユーマチャンネルをさせていただいております、ユーマと申します。どうぞよろしくお願いいたします。またね、今もう早いこと2021年、上半期が終えようということでございまして、でもう後半戦ですよ。何だったんだろう今年の1年もっていうね、あっという間の月日ですけれども、私もですね、この YouTube 皆さんにね、いろいろたくさん見ていただいてですね、あと他にもいろんな活動をしておりまして、あとまあ芸能の方も、まあ、徐々にですがちょっとこう MC のお仕事とか戻ってきておりまして、いろいろ番組に行かせていただいたり、ちょっとお話をおしゃべりをさせていただいているんですけども、あの新宿2丁目でも私ゲーバーをパニックハウスというお店をさせていただいておりましてですね、そのパニックハウスにずっとね、こうやって通っていただいてた常連さんとか、この YouTube を見ていただいて来ていただくお客さんというのは徐々にこうやって戻ってきてるんかなーっていう感じなんですが、やっぱりね、この6月もずっと20日までか緊急事態宣言東京都はね出てたので、もう営業がもう土日に、その以前の動画を見ていただいたら分かるんですけど、ドネコカフェというものをやってまして、私たち普段はねゲーバーですか、お酒を出してるんですが、お酒が禁止なのでちょっとカフェ営業しようということで、猫耳つけてマスクにひげかいて、猫ちゃんの格好をして首輪つけてね、2丁目をね、あの散歩させてもらってたんでもう地獄絵図みたいな、真っ昼間にしかもすごい、もう周りのねゲーバーの人たちに見られましたね。何やってんのユーマンみたいな言われましたけれども、けどやっぱなんかこう今できることをやろうと思ってね、お酒はもうダメと言うんだったらカフェってなるんですが、僕たちは普通にねお茶を出してても別にこうどうなのかなと、お茶コーヒーをわざわざ2丁目に飲みに来てくださる方っているのかなと、やっぱりプラスおしゃべりとかさせていただくんですが、やっぱこうお酒を飲んで酔った上でのあの空間でっていうのがこうやっぱメインでついてくるような気がしてたので、それに変わるものといってやっぱりちょっとユーモラスなものをというので、僕たちはタチ猫というのがあるので、その猫をいじってド猫カフェというものをちょっとさせてもらって、ちょっとでもなんかね、あーこいつらどうにか生き延びようとしてんねんなと、どんな時でも笑顔を笑いようというのをもう僕はちょっとモットーにいつもさせていただいているので、そういったものもさせていただきまして、まあ緊急事態宣言中は6月20日までさせていただいたんですが、毎週土日21日から月曜日からですね、まん延防止法の方にこう切り替わりまして、日々夜7時までお酒を提供していいという形になったんですよ。ほんでお店自体は8時まで営業ということで、どうしようかと、まあ、今年に入ってね、この春の4月5月6月とこずっと緊急事態宣言になるまではまん延防止もあったので、その時は、まあ、ちょいちょい土日とかを営業してたのかな、そうだ昼3時から8時までとかで土日限定でやってたんですよ。けれども、やっぱこう徐々にね、皆さんワクチンとかも打ち始めてるし、まあ人の話来てよとはっきり言えないし、けどもやっぱりずっと会ってないお客さんとかもいっぱいおるし、こうやって YouTube 通してコメントで行きたいです早くって言ってくださる人もいるから、ちょっとずつ回数というか機会をお店もね増やしていこうかなと思って、けどもやっぱり今いきなりドドンとなると、やっぱり感染予防のことも考えないと、とここまでやってきたからさ、徹底してやりたいなっていう気持ちがすごくあるので、僕はだからけど、やっぱお店のこととかも考えたらやっぱやっていかないといけないしね、スタッフさんの生活もあるしっていうので、今回このまあお知らせという形なんですけれども、このまん延防止法が始まりまして、7月からの営業が、まあ、6月この後半まん延防止と同じなんですけども、7月から、金曜日土曜日日曜日とオープンさせていただきたいなと思います。で、金曜日はですね、夕方の17時、5時からオープンをさせていただきたいと思います。そしてですね、
金曜日土曜日はお昼の、15時からという15時からという形を取らせていただきたいと思いますので、お酒も飲めますんでね、飲んでいいということなので、きっちりと、この前もね、コロナの対策リーダーも僕もチェックいろいろテストしてこうやってもらったんですよ。それでね、リーダー立ち会いのもと、私たち検査員の人が来てくださって、店内の方もバーッとチェックして、もう合格しましたので、今ちょっとブルーのねシールを待っておりますので、本当感染予防もしっかりとした中、お店も営業させていただいておりますので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなといったお知らせでございます。いやー、なんかいろいろとね、生配信ゲイウェブなんかもやったりもしつつ、けどやっぱこう今金土日ね営業なんですが、で平日なんかもね、やっぱりこうちょっと開けてよっていうお客さんを8時までちょっとご連絡いただいたら開ける機会があったりするんですよ。だその時は夜のゲイウェブお休みさせていただいたりとか、ちょっとこうね、もうはっきりこうシフトっていうか、がっつり発表できない形でランダムな感じでやるんですけども、こう臨機応変にね、柔軟に対応していけたらなと思っております。本当まだね、どこまでこう続くのかわかりませんけれども、まだちょっとオリンピックもね控えておりますし、けどもやっぱ本当今新宿2丁目の街も一丸となってね、もう早く全開にバーッと営業できる日を願ってる最中でございますので、よかったらこの営業ができる時間に皆さん会いにお越しいただけたら、本当に僕たちもパワーになりますし、ちょっとでも、まあ、しょうもないことしか言えませんけど、なんか一緒に笑顔になれる時間をお共にできたら、パワーになるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はパニックハウスの営業時間について、少し変更がございますというのをお知らせでございました。いつも皆さん改めましてありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。いいねボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。それそれー。